こんにちは市役所です続いて後半は心を元気にということで健康推進課の村井さんにお話をお伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですが森田さんは普段イライラしたり、はい、気分が落ち込んだりすることはありますかありますあのストレスや悩みがあるとイライラしたり落ち込んだりしてしまいます、はい、そうですね誰もが経験されたことがあると思いますはい。心に負担がかかると 心や体や体行動に様々な症状が現れます悲しい気持ちになる集中できない食欲がないよく眠れない仕事や家事がはかどらない お酒の量が増えるなどがあります。はい。あのこういった症状や行動パターンが現れるのは、はい、ストレスが原因なんでしょうか。はい、そうですね。ストレスの蓄積が原因だと言われています。はい。ストレスといってもその原因は職場仕事のストレス、うん、家庭プライベートのストレス、健康面のストレスなど様々です。はい。小さなストレスでも毎日の蓄積で。 心の病気につながるかもしれませんなるほどストレスの原因たくさんありますねそして <laughs> 心の病気怖いですね、はい、ストレスを感じた時ゆっくり休んだり好きなことをすることでリフレッシュできれば心配はありません、はい、でも不調が長く続いたり次第に症状が悪化するような場合は心の病気を疑う必要があります なるほど、ストレスが心の病気の引き金になっているということなんでしょうかはい、その通りです。適度なストレスは意欲や集中力を生み出し、生活に刺激を与えてくれます。はい、しかし、過剰なストレスは心身の不調を引き起こしてしまいます。なるほど、だとするとストレスを溜め込まないようにしないといけませんね。はい。 そうですねしかしストレスを溜め込んでいることに自分ではなかなか気づきにくいものです、はい、ちょっと疲れているだけまさか自分がなどという思い込みが症状を悪化させてしまうこともありますなるほど自分のストレスサインを知っておくことが大切ですね、はい、結婚や昇進といった一見こう喜ばしいライフ イベントトをストレスレとと感じてしままうこともあります、はい、最近眠れない食欲がないなどいつもの生活でのほんの少しの違いが心のの SOS サインです、はい、自分には関係ないと思わずセルフチェックをしながらストレスをため込まないようにしてください。 分かりました。ではそのストレスをため込まないようにするためにはどううすればいいい。でしょうか。はい、例えば、入浴やマッサージで体をほぐすスポーツやストレッチで体を動かす、うん、カラオケで好きな歌を歌う質の良い睡眠をとるなどがあります。はい、まあ自分に合って たリフレッシュ方法をぜひ見つけていただきたいですなるほどあの私だと美味しいものを食べたりするんですけれどもアロマセラピーなどのリラクゼーションも良さそうですよね <laughs> いいですよねストレスを発散する時間を生活にどのように取り入れるか、うん、習慣化することがとても大切ですストレスと上手に付き合うコツなのです わかりました。でも、こういったリフレッシュ方法を試したとしても、憂鬱な気分や頭痛が解消しないというときはどうすればいいんでしょうか。はい、心と体の不調が長く続くときは、まず一人で悩まず、誰かに相談をしてください。はい、家族や友人に打ち明けることに抵抗があるときは、県保健センターなどに相談することも一つの。 糸口でございますなるほど周りの人のサポートも重要になってきますねはいそうですね心に不調を感じている人は自分で行動を起こすことが難しい状態かもしれません、はい、周囲の人との支えが不可欠ですなるほどの周りの人はどんなことに気をつければいいんでしょうかはいやる気を出してもらおうと賑やかな場所に連れ出したりすることは反対に逆効果になる場合もありますはい まずは助言や鑑賞は控えて聞き役に徹していただきたいです力になりたいという気持ちを伝えて本人の希望をゆっくりと聞いてくださいなるほど安易に励ましたりしないでまずは話を聞くことが一番なんですねはい 心を元気に保つためには早期対応が本当に必要です、はい、リフレッシュ方法を試してもあまり効果が得られないときは、うん、頑張りすぎず信頼できる人とか医療機関に相談をしてくださいわかりましたぜひ参考になさってください後半は心を元気にということでお話を伺いました村井さんありがとうございました